こんにちは。賃貸のお先、イメージキャラクターのマカスくんです。本日は奈良市菅原町にございます。グランアミュー102号室のご紹介でございます。それではマカスくんと一緒にご紹介をさせていただきます。はい、まずはこちらが玄関フロアとなっております。さあ、玄関の方ですね。このように、はい、下駄箱収納の方がですね、2つ上下に完備されております。またですね、こちら玄関入ってすぐ右手側ですね、こちらが洗面フロアとなっておりまして、すぐの扉の方ですね、行きますと、このようにお手洗いとなっております。さあ、こちらのお手洗いの方もですね、こちらの方にコンセントの方もついておりますので、ウォシュレットなどつけていただけるお手洗いとなっております。またですね、こちらには、はい、室内のですね、洗濯機置き場となっておりまして、さあ、シャンプードレッサーのつきました、独立の洗面台の方も完備されております。またこちらの方ですね、お風呂場の方入っていきますと、大変綺麗なお風呂場となっておりまして、しっかりとですね、このように肩まで使っていただけるような、ゆったりといたしました浴槽となっております。また、おすすめ設備といたしまして、こちらは浴室の乾燥機がついております。マカス君、おすすめポイントとなっております。大変ですね、ゆったりと過ごしていただきます。こちらですね、お風呂場となっております。またですね、通路の方に戻りまして、こちらが、リビングとなっております。さあ、こちらのリビングの方もですね、はい、12.5 畳ほどございます。大変広々といたしました。ゆとりのあるリビングとなっております。ではですね、こちらまずはキッチンの方入っていきますと、さあ、このようにですね、上下にしっかりと収納の方が完備されておりまして、このようにですね、ガスコンロを置いていただくスペースも確保されております。大変使い勝手のいいキッチンとなっておりますね。またですね、こちらは防犯設備といたしまして、このようにモニター付きのインターホンの方も完備されております。さあ、こちらのリビングですね、大変ゆとりのあるスペースが確保されておりまして、ダイニングテーブルをですね、置いていただいてもしっかりと場所を確保していただけるようなですね、こちら広いリビングルームとなっております。またこちらの方にですね、エアコンの方が1台完備されておりまして、こちらからですね、専用にはですね、テラスの方に入っていきます。さあ、大変ですね、広々としておりまして、洗濯物ですね、干していただけるスペースもきっちりと確保されましたテラスとなっております。ではですね、こちら最後のお部屋となりますが、こちらもですね、洋室となっております。さあ、こちらもですね、大変ゆとりのある空間の洋室となっておりまして、6.4 畳ほどございます、こちらの洋室となっております。またこちらの方ですね、収納設備の方が、ウォークインクローゼットとなっております。さあ、こちら入っていただきますと、さあ、このようにですね、ハンガーポールのつきました、さあ、収納機能と、さあ、こちらですね、お向かいの方行きますと、段タイプのですね、収納となっております。荷物をですね、たくさん片付けていただきます、ウォークインクローゼットと、大変おすすめとなっております。こちらもですね、マカス君おすすめポイントですね。では、こちらの物件の方のですね、紹介の方は以上となっておりますが、最後にマカス君からお知らせの方がございます。賃貸のまさきでは、ネット予約サービスやお迎えサービスなど各種サービスの方を行っております。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のまさきでは、お客様のお部屋探しを全力でサポートいたします。本日はご視聴ありがとうございました。